それじゃあまた今週もスタートします。はい、始まりました、はい、ロッキー藤井とめぐちゃんこと国際部の西本めぐみです。はい、よろしくお願いします。それでは今週もですね、はい、7つの習慣、ね、これは私もこう学べば学ぶほど何が出てくると思う？学べば学ぶほど、うん、この7つの習慣を学べば学ぶほどどうなると思う？理解が深まる反省ばっかり。自分に対してですか？もう自分に対して。なんで今までこんな生き方してきたんだろうというね。はい、もう反省ばっかし。社長がそんなんだったら、わし読んだらもうなんか、こんなんなるんじゃないですか、ね、西本さんの方が大丈夫。大丈夫ですよね。うん、俺なんかの方がもう反省して、まあ。ビジネスいろいろされてる方の方が経験も違いますしね。いやー、あのね、反省しきり。それでこの人格主義の回復とあるわね、はい、もう全くこの通り。前回もちょっとね、人格主義について説明いただきましたけど、うんうん、今回はさらに深く深くです、うん、で今回読んでね、今回気づいたのは、物事がうまくいくのもいかないのも全て自分の中にある習慣が原因、うん、今の当社の状況、はい、自分の家庭の状況、個人的な状況、はい、これすべて過去の習慣が原因で、これでね思ったんだけど、約10年前に当社はイスラエルのゴードラッテ博士から制約理論を学びました。でこのゴードラッテ博士というのはザ・ゴールという有名な本を書いた方なんですね、はい、世界中で2000万部も出た、ね、でその方が書いた本の中で、この方はトヨタの生産システムみたいな内容な、生産のキャパを上げるというようなザ・グロという本の内容がですね、そういった内容なんですね、うん、生産システムの中で、うん、どこにボトルネックがあって、ね、うん、そのボトルネックを取り除くことによって生産性が一気に上がってくると、うん、でそのボトルネックを探しましょうと、はい、で探してそれを改善していきましょうと、うん、例えばプロセスでね、車を作る場合でもこの A 工程、B 工程、C 工程、D 工程、ね、で E 工程とで5つの工程を経て、ね、車を完成するとするのね、はい、うちのほら洗面器なんかも一緒やね、はい、それで A 工程が1時間に100個、うん、B 工程が80個で C 工程が40個、うん、で D 工程が100個、うん、で E 工程も100個だとすると、はいはい、この全体の生産のキャパはいくら？今の足さないといけないんですね。今足しちゃいけない。足しちゃいけない。全体のだって A 工程が100、でその次が60、40、100、100、うんうん、全部で100、うん？うん？A 工程、B 工程が100、B 工程が60、60、うん。時間あたり能力ね、キャパ、あ、時間あたり、時間あたりキャパ、うん、うん、でその次が C 工程が40、うん、全体 の, 全体の、うん、キャパは全工程の生産量、うん、A 工程は1時間に100個できます、はい、できます、で、はい、それを B 工程に流します、流します、はい、で B 工程は時間あたり60個できます、ね、で C 工程は時間あたり40個できます、D 工程はね100個できます、うん、E 工程も100個できます、時間あたり能力ね、うん、そしたら時間あたり、ね、いくらできる、うん、それ順番に取っていかないと製品として完成しない、はい、うん、40、うん、40、その通り、うん、ね、というのは C 工程がボトルネックになってる、はいはい、ね、A 工程がいくら能力100個あったって、ね、うん、B 工程が60個あっても、はいはい、C 工程が40個しか能力ないと、はい、そこがボトルネックになって、うん、D 工程 E 工程がいくら能力あったって生産量が増えないと、うん、ね、それはうちの工場でもよくある話やね、うん、でそれはね、はい、この工場の中なんかだけでなしにね、うん、お店の中とか、うん、あるいは営業もそう、うん、ね、例えば引き合いをたくさん取ってくる、うん、ね、ところが少なければ、はい、あといくら処理たくさんできたって件数が足りなかったら、件数が足りなかったら、うん、売れない、うん、だから件数がいくら多かったって処理する能力が足りなかったら、はい、処理できない、うん、処理できない、ね、だから一緒でその
どこにボトルネックがあるか、それが制約になって、全体の成果を落とせますよと、だからそのボトルネックを探しましょうというのが制約理論、探してまずボトルネックを見つけましょうと、見つけたらそれを改善していくと、でまあ細かい手法は結構複雑な手法になってんだけど、基本的にはそういうことですね。ゴードラッテ博士の制約理論はですね、もう基本的な考え方は全ての制約は自分自身が作ってると、自分自身がよく思い込みで、自分で制約作って結果うまくいってないというのがこれです、今回もですね、7つの習慣をずっとこう中を深読みしていって、私なりに感じたことはですね、もうすべて、うまくいかない原因はすべて自分にあると、これを認めない限り物事絶対成功しないということがですね、7つの習慣でもう徹底的に今回教えられました、で私はですね、今回7つの習慣にここまでこう深くこう踏み込んでいってますね、で今後社内でですね7つの習慣をこれからの社内を変える大きなベースにして、要するにテキストというか、基本的な教えの教本、我々がもう学ぶものとしてこれを一番ベースにしていかなきゃいけないなというのを改めて感じました、一番その中でですね、一番最初に出てくるのがインサイドアウト。インサイドアウト、内側から外側へ、インサイドアウトというのは自分自身の人格を磨いていかない限り、もう何事も成功しないと、まず人格を内側を磨く、これがもう全てのベースだと、で正しい生き方なくして真の成功はありえないと、ということですね。で今日はですね、これを私は7つの習慣をですね全部読んで自分なりにですね感動した部分を全部抜粋しました、この教科、その7つの習慣の中からですね私なりに共感を受けたところを抜粋してきました、でそれを今日は皆さんとですね共有していきたいなと。でその中で私が非常に共感を受けたところを自分の体験を入れながら、こういうふうなことではないかなと、これはこんなことじゃないかなというようなことをですね、一緒に共有していきたい。あ、はい、わかりました。よろしいですか。はい、お願いします。それではですね、まず最初にですね、個性主義と人格主義、この2つの種類がありますと、これをコビ博士は徹底的に訴えています。で個性主義というのは今から約200年前から150年前の間、1776年のアメリカ合衆国の独立宣言以来、150年間で、出版されてきた書籍が個性主義、その後出版されたものは全て人格主義、反対、最初に出版されたものが人格主義、その後が個性主義。というのはどういうふうなことかいうと、私なりにこう深読みして感じるのは、最初のね200年から、約200年に遡ってね、いろいろ調べて最初の150年間に書かれた書籍は本当の人間味とか人格にのっとった考え方で生きていく、ビジネスやっていくとしないと本当の意味での成功はありえないと。で個性主義はどちらかというと、テクニック的な要素、ポジティブティンキングとか、マインドフルネス、ああいうふうなものも基本的に全てテクニックですよと、あるいは引き寄せの法則とか、もう全てテクニックですよと、その前にね一番重要なのは人格主義がなければ、そういったテクニックだけね、だから後でも出てきますけどね、一番重要なのはその人格主義で、2番目がその個性主義、この2つをね、だからこれ個性主義というのは多分コビー博士の7つの習慣をですね翻訳した方が個性主義という
形で翻訳してるんで、はい、ちょっと今回はですね、私も原書までたどり着けてないんで、次回ですね、原書までたどり着いて、この個性主義を本当の日本語の意味に当てはめたら、何が一番適当かいうのをですね、ちょっと今回まあできてませんので、次回ですね、個性主義を本当に日本語に当てはめたら、どういうふうな言葉が一番日本語にフィットするか、これもう一度やってみたいと思います。わかりました、うん、というのはこれ個性主義ってもねピンとこない、うんうんね、人格主義わかる、はい、ところが個性主義というのはもう一つピンとこないんでやってみたいなと思います、それではですね、最近の50年間に出版された成功に関する文献はどれもね表面的、うん、痛みに鎮痛剤や絆創膏で応急措置を施せば確かに痛みは消える、うん、問題は解決したが見えるかもわからないが、根本的な慢性的な原因をほったらかしにしていたらいずれ可能性で再発する。建国から約50年間に書かれた成功に関する文献は誠意、謙虚、誠実、勇気、正義、忍耐、勤勉、質素、節制、黄金律など、人間の内面にある人格的なことを成功の条件に掲げていると、私はこれを人格主義と名付けたと。正義とか謙虚とか誠実とか勇気ね、正義、忍耐、勤勉、質素、この質素というのもあんまりほら最近の成功者は言わないよね、はい、ものすごいリッチになったとか、その辺が一つの美徳みたいな感じで、ね、はい、質素とか節制というのもあんまりこう言われない、ね、うん、質素とか節制を徹底してる経営者というのは有名な人だったら誰か思い当たる人いる、うん、あんまり考えない、パッと言われても全然浮かばないですけど、うん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 、逆にそういう人いたらなんかすぐ出てきそうなイメージが少ないから、うんうんうん、例えば非常に日本でも成功してる最近だと孫正義も違うわね、はい、うん、ね、だからそういうふうに挙げていったら、これに当てはまる人を本当の意味で探そうとしたら大変なことだよね。例えばあのほらバークシャーを率いてるバハマの賢人じゃなしに、あのほら株で非常に有名な人おるじゃない、アメリカで、株式の投資で大成功した人、バークシャー・ハサウェイを率いてる、名前がすぐ出てこないけど、まあ とにかくあの人なんかは非常にこうほら何兆円とかいうお金持っててでも質素な家に住んで、はい、普段から質素な生活してというふうなことで、はい、ね、ベンジャミン・フランクリンの自叙伝は圧巻で、特定の原則と習慣を深く内面化させる努力を続けた人の人間の姿、うん、この人格主義が説いているのは、実りのある人生にはそれを支える基本的な原則があり、これらの原則を体得し自分自身の人格に取り入れ内面化させて初めて真の成功、永続的な幸福は得られると、第一次世界大戦が終わるや人格主義は 影を潜め、成功をテーマにした書籍はいわば個性主義一色になる。成功は個性、社会的イメージ、態度、行動、スキル、テクニックなどによって人間環境を円滑にすることから生まれる、ね、というのはこれ個性主義、この個性主義のアプローチ大きく2つに分けられる。一つは人間関係と自己 PR のテクニック、もう一つは積極的な心構え。こうした考えのいくつかは、態度が成功を決める、笑顔が友達を作る、どんなことを思い信じれば達成できるかといった元気づける言葉や時には正当な格言となる。これら文献が強調しているのはあくまで即効性のある影響力のテクニック、力を発揮する戦略、コミュニケーションスキル、ポジティブな姿勢。私は自分自身の個性主義に気づき始めた。だからこのコビー博士もね、偉いのは自分が過去、ね、はい、個性主義だったと、はい、この方はね、赤裸々にこの7つの習慣の中で書いてるのは、はい、自分たちの子供を育てる段階で大変失敗した、はい、子供たちとのコミュニケーションが全然うまくいかないで、はい、ね、
大変子供を育てる段階で大失敗やっていった、はい、でそれで子供たちとの関係づくりとか、うん、それをどういうふうにして、ね、この成功をつけていいこの家族を作るにはどうやったらいいか、でそのかいい 家庭づくりが全てのベースになるということを見つけて、はい、それをベースにしてね、あのこの本書いてる、うん、だから自分たちの子どもたちの教育における子どもたちをこう育てる間の大失敗のことをね、はい、この本の中で本当に赤裸々に書いてる、うん、実際のとの実体験というか、うん、実体験、はい、ね、だから余計にね共感よ、うん、ね、こんなにこうほら自分たちの失敗談を赤裸々に書くというのは、はい、考えてみたらね、この人格主義なんか教えとる人が、うん、自分は人格主義じゃありませんでしたと、はい、非常にたくさん失敗します、はい、子育ての上でも失敗します、はい、ね、それを赤裸々に書いてね、うん、で自分の反省として、はい、でだん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 とこういうことに気がついて、うん、本を読んでる間にそうじゃないというのが分かって、うん、今はこの7つの習慣をこういうふうにして作り上げることができましたと、はい、でこの7つの習慣はね、世界的なむちゃくちゃなビジネスになってるの知ってる？7つの習慣、これ世界的なね、ものすごく大きなビジネスになってる、うん、その世界中にそこまで行ってるとは、うん、知らない、うん、これね、あのフランクリン・コビーというほら日本だったらね、はい、あのフランクリンという手帳の会社が元々ね、はい、能率手帳みたいな手帳の会社と、はい、それとこのコビー博士のこの会社が一緒になって、はい、この7つの習慣を世界中に広める、はい、学校というかそれを作った、この組織たるやすごいよ、この7つの習慣、日本でもね、こうネット探したら、はい、7つの習慣を企業の中で教えるコンサルティング会社腐るほどある、はい、これ7つの習慣をベースにしてね、はい、皆さんビジネスにしてね、だから企業内で7つの習慣を導入 してる企業もたくさんある。私は今回ですね、これ見て7つの習慣を自分自身でまずマスターして実践して、それを社内で広めていく、これこそが一番重要だなと。この人に教えられるんじゃなしに、この本はこの本だけを学んだら十分ね、理解できるようになってるんで、まず自分で学んで自分で実践する、それを影響力を周りに、ね、影響を及ぼし続けていく、はい、ね、これ影響力のところは次回のまた第1章もう一回やりますけどね、はい、第1章のところでちょっと詳しく出てきます、はい、影響力の、うん、この自然に周りに影響力を与えて周りの環境を変えていくという、はい、うん、まずね、自分自身に目を向ける、うん、ね、テクニックを使うんじゃなしに、心の奥底にある動機、ね、息子に対する見方を変える決心した、ね、息子を変えようとせず一歩離れて距離を置き、彼に対する私たちの見方を離れて、うん、彼自身の本質、独自性、一人の人間として彼本来の価値を感じ取ろうと努力した、うん、ね、だからよくほら社内でもね、社員を変えようとするじゃない、はい、ね、うん、ね、社員変えようとする、うん、まあ、会社の場合だと価値観とか、ね、はい、使命とか、うん、そういったのをもう明確にして社員をそれに合わそうとする、はい、これは簡単、社員を変えようとすること、社員変えようとするの、変えるのは簡単、あ、社員実際の一人の人を変えるってことですか、そうそうそう、その違う人を置き換えるじゃなくて、あ、それは難しいです難しい、ね、あの人自体を変えてそれに合わせた人を入れるのかと、うん、そうじゃなくてその人自身を変えるってことですね、うん、それは難しい、難しいでしょ、うん、で私たち夫婦は深く考え自らの心情を実践し祈った、うん、やがて息子の独自性が見え始めた、うん、彼の内面に行く上にも潜んでいる可能性が見えてきた、それらをの潜在能力は彼自身のペースで発揮されるはずだ、気をもまず息子が自分の独自性を表現できるに邪魔にならないよう私たちはそう決心した、息子を肯定し彼の価値を認め成功を喜ぶことが親の自然な役割なのだと分かった、でそれまではどうしてたかというと、はい、この親としてのプライドがあるから、息子がね、例えば野球のプレーでも下手くそなことしたらもっとこうやれとかああやれとかね、うん、
行ってみたりとか、はい、息子に励ましたり、ね、息子 をこうほら指導したりとか、うん、息子の実践、それを例えば言われた息子は、ね、自分が余計できてないと、ね、はい、思ったり、人より劣ってると思ったりとか、うん、そういうふうにしてしまう可能性あるわね、はい、私ももうほら小さい時から両親が忙しかったから、うん、あまりそういうふうな両親から教育されてない、うんうん、こうしなさい、ああしなさいという教育はあんまり受け取ってない、ね、忙しかったから、忙しかったからほったからし、それで今になってね、非常に気がつくのは、私はね、その過程であるものを見つけた、うん、あるもの、うん、自分がものづくりが非常に得意だということを見つけた、うん、でその前に小学1年の時はもうデタラメもうデタラメ、ね、ほら最後に授業終わったらみんなで掃除するやん、はい、教室のね、はい、あのね、うん、雑巾でほら、はい、机ちょっとあげたりとかして、うん、雑巾みんなほら塗って持ってきて、はい、床を雑巾で拭いたりとか、うん、バケツで水汲んできて、はい、それ掃除の時間ありましたね、うん、そしたらね、どうしてか言うとね、水汲みに行く格好して、はい、ね、カバン外でさっき掘り出した、はい、ね、水汲みに行かんとカバン持ってすぐ家帰って、はい、悪夢と一緒にで家の中へ入ったらまた用意いつけれるから、はい、ね、家の中入らない、家の外へカバンほっとからして、はい、それですぐ遊びに行っとく。でもう1年2年の時はもうほら学級の 花つまみ、はい、毎日喧嘩して、ね、うん、誰かと喧嘩して、うん、家に帰ったらお袋に今日は誰と喧嘩したと言われるのがもう日課、ね、そのぐらい出来悪かった、うんうん、もう全くほらあの社会経験なくしてね、うん、1年から幼稚園行ってないから、初めて小学校入ったから、はい、もうこの協調性とかそんな全くなし、はい、ね、だから先生から見たってね、うん、むちゃくちゃ出来の悪い生徒、うん、帰っちゃうし、掃除しないし、そう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 、喧嘩するし、ね、だからほらよく今でも冗談でいいやん、アウトスタンディング、バケツ持ってね、うん、そうそう、バケツ持って外へ立てらせるアウトスタンディング、ね、うん、だからそういう風な、ね、子供で、だから自分でね、逆に幸せだったなと思うのは、小学3年の時にうちは本当家貧しかったから、お袋が少しお金工面して、うん、あの同じ町内にあったそろばん塾に通わせてくれた、はい、うん、でそこでそろばんが自分が得意だと、ね、うん、この指先結構器用だから、そろばんなんかほら指先の器用さよくされるね、はい、が得意だというのが分かってきて、同時にまた暗算が非常に得意だと、うん、だから数学的などちらかというと素質もあったというのが自分で分かってきた、はい、自分はどっちかというと数学的な素質とか、うん、そういったあのこの考えることとか、うん、それで小学4年ぐらいにあの模型飛行機作りにはまった、はい、ね、このゴムであのほらプロペラ、ね、はい、小学4年の頃からもうそういうのが好きだった、ね、そうそう、それがもう大好きだって、うん、それであのうちの周りが、はい、ね、うちのや家の周り、ね、うん、今の屋敷の周りが、はい、全部田んぼで犬で取った、はい、うん、ね、でそこで飛行機飛ばし回りよったら田んぼの中入っていって、ね、田んぼの中、隣の田んぼの下に飛行機へし折られてしまって怒られたんですか、うん、ね、まあそんなこともあったね、はい、で同時に昔はあの体育ほら飛行機を飛ばしたらいかにこの降りてくるまでの時間が長いかというの、はい、体育競技みたいなのがあって、はい、ゴムの、うん、それそういったのもよく出て、でどうすれば飛行機がこのよくほら長時間飛び続けるか、はい、その研究、だからうちの以前社内で紙飛行機だ、ほらあのほらやったことあって、ああ、はい、あの誰が一番ここまで飛ばせるかってやりました、ね、やりました、うん、あれ俺一番になって一番なってましたまあ、まあ、持っちゃいましたけどよそ行ったりとか、ね、あのだからそういうふうに折り方考えて、うんうん、だからね、私はもっとそこで、ね、自分が分かったのはものづくりが得意だっていうのをね、子供自体にもうほら理解することができた、はい、これ今の人生にとってものすごいラッキーだったなというのが思うのね、ものづくりが得意だ、はい、だからそういうふうに思ったら
親が子供にあんまり干渉せずに子供の個性を伸ばしていってあげるということに力を入れたら、子供が自由にねやれるようにということをやった方が本当は一番いいと思うね、うん、ちょうどね今これむちゃくちゃ参考になってます、うんうん、油断することなくあなたの心を守れ、命を泉はここから流れ出るとね、うん、だから自分の心に正直になって常に自分の心と対話していくと、うん、だからコミュニケーションにおいて一番重要なのは自分自身のとのコミュニケーションですね、はい、ということですね、うん、第一の偉大さは、ね、人格主義、第二の偉大さが、ね、個性主義という、うん、だからまず一番は人格主義ですよと、はい、だから人間は必ずね前の世代が築いた土台にさらに積み上げていく能力を与えられているというのに、その能力を使わず自分の成功を築くことだけに目を向け、成功を支える土台のことを忘れてしまってはないだろうか、うん、これをね、これ誰が言ったことか分かる？この言葉ですか、うん、この言葉、有名な人が言ってる、うん、偉人ですか、うん、有名な人が、ね、もう我々みんな知ってる人が言ってるこの言葉、我々は、ね、はい、自分たちが築き上げたものをベースにしてんじゃなしに、誰か先人がもうすでに作り上げた文化とか、うん、そういった土台に乗ってね我々は今まで生きてる、はい、もしほらそれがないとしたらもう原始時代みたいに狩りをしたり、うん、農耕から始めていかんけど、もうそんなことを今する必要は全くないじゃない。それまでに、うん、先人が築き上げた土台の上に乗ってね、はい、うん、我々はもう快適な暮らしを、ね、享受することはできてると、はい、ね、でそれを、ね、一言で言ってる方がいて、エジソンが、ね、うん、巨人の肩の上に乗ってと、はい、で我々はもう誰でもね巨人の肩の上に乗って、うん、次にまた新しいものを築き上げようとしてると、はい、ね、ゼロから築き上げんでいいと、もうすでに先人の誰かが築き上げたものをその上にそれを継ぎ足していくと、はい、自分たちの得意技で今までなかったものを作り上げていく、築き上げていくと、はい、ね、いうことをやっていけばいいと、うん、ね、うちまさにそうじゃない、はい、そうです、ね、だから過去のものをベースにして、ね、新しいことをうちは、うん、新しいことをどんどんやってね、ということをやってます、はい、うん、種もまかずに借り入れすることをだけを考えてきたせいで、種をまく必要すら忘れてしまってはないだろうか、うん、ね、これはね、何というか言うと、七つの習慣で訴えてるのはあの基準ですね、はい、絶対的な基準、これを忘れちゃいけないと、うんうん、あ、原則、絶対的な原則、原則主義という、うん、農場に一夜漬けは通用しない、うん、春に種をまき、ね、夏を遊びたいだけ遊び、うん、秋になってから収穫のために一夜漬けで頑張る、うん、そんなことありえない、うん、農場は自然のシステムで動いている、うん、必要な務めを果たし定まった手順を踏まなきゃいけない、うん、種をまいたものしか刈り取れない、うん、そこに近道ないと、この原則は人の行動や人間関係にも当てはまる、人の行動も人間関係も農場の法則が支配する自然のシステム、学校のように人工的な社会システムの中では人間が定めたゲームのルールを学べば一時的にうまくいくかもしれない、これはあのほら、あ、今よくあるあのほら日本の一番の教育システムの欠点、一夜漬けでほら一夜漬けで、ね、要するにその試験のノウハウを持ってる者が、ね、いい大学行ける、はい、うん、その試験さえ通ればいい大学行けて、はい、いい給料がもらえてというね、その日本のこの教育システムが非常に歪んだ社会を作ってしまったね、はい、ということで、ここで非常に感じるのはね、例えば人間でもね全く一緒で、赤ん坊を 100% 誰かの世話にならないともう生きていくことはできない、うん、ね、赤ん坊を生まれたままほっとったら何日ぐらい生きれる、生まれた赤ん坊ですよね、生まれた赤ん坊そのままほっとったらね、生存期間何日、うん、1日か2日とかね、うん、そんなもんじゃね、うん、ね、だから赤ん坊は人間のね子供の赤ん坊は
もう誰かに依存しないと生きていけない、うん、で誰かが育ててもう 100% 手をかけて育てていかないと人間となっていかない、うん、でその過程においてね、これはもう当たり前じゃない、うん、そうね、あの最初赤ん坊何もできないというのは当たり前、ね、はい、もう何も能力ない、うん、でその間で礼儀作法とかいろんなことを教えられて、だん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 人としてまともになってくるわね、うん、ところがそれがなくしてね、だから最近の場合は礼儀作法、会社の中入っても一緒ね、会社の中でも礼儀作法っていうのはうるさく言うじゃない、はい、ね、ところが最近新しく入ってくる人、あるいは面接に来る人なんかでも礼儀作法があんまりできてない人がいるわね、うんうん、でそれはなぜかというと親の問題やね、うん、そういったことを教えてない、ね、はい、子供は分からなく大きくなってきてるから、うん、そういったことを教えられなかったら、ね、身につかない、はい、うん、ということがありますね、うん、だからそういった原則、ね、原則の理解、原則を大切ですね、短期間だけ決めのある手軽なテクニックすぐにでも身につける、しかしそうした二次的な要素だけで長続きする関係は築けない、だから長く繁栄するにはといつもよく言うけども、はい、長く繁栄するにはその本質的なことを掘り下げていかなきゃいけないと、はい、でそれが、ね、今回こういうふうに学んでる人格主義、ね、うん、7つの習慣の人格主義、うん、これが本質的な解決策、うん、でその本質的なところを深めてないと長い成功は築けないと、うんうん、よくわかるね、最近特に、はい、うん、だから例えば飲食店でも今コロナの中で生き残っている飲食店の多くはこの商品力が高い、高い、はい、うん、ね、商品力が高い、うん、食べる点数が高いとか、はい、そういうふうな飲食店が非常に今成績が良かったりするわね、はい、だからそういうふうな原理原則みたいなところ、それをもっともっと我々掘り下げんといかんなと、真の誠実さや根本的な人格の強さがなければ厳しい状況に直面した時の本当の動機があらわになり関係が破綻、結局のところ成功は短命に終わる、例えば今回のコロナみたいな時にね、はい、だから今回のコロナで、強くなる会社もあればそうでない会社もある、うん、これがね、この誠実な、ね、人格の強さで生きていくかそうでないかね、ということですね。で第二の偉大さ、才能に対する社会的評価に恵まれていても第一の偉大さ、優れた人格を持つことを書いている人は多い、人格こそ第一の偉大さであり社会的な評価はその次に来る第二の偉大さということですね、はい、耳元で大声で言われたら何が言いたいのかわからないとエマーソンが言ってると、ね、無限の無言の人格こそ雄弁、最近ね、よく思うんだけど、はい、例えばほら、この間でも社内でちょっと居酒屋があって、はい、仲裁してね、うん、その人前にこういろんな話しとったね、はい、そしたら、ね、発言せんでも、ね、その人が一言も発言せんの顔を見ただけで、うん、その人の感情わかるわね、うん、表情だったり表情だけでね、うん、というようにこの表情が、ね、コミュニケーション、ね、コミュニケーションというのは単なる言葉だけじゃない、ね、うん、表情もコミュニケーション、うん、内面的なものが一番雄弁ですよということですね、うん、コミュニケーションにおいては、ね、ものをうまくこうほら発言したりとかそれがいいコミュニケーションじゃないと、表情自体 がまずコミュニケーション、ね、素晴らしいコミュニケーションですと、もちろん人格は素晴らしいのに口下手で思うように人間関係築けない人も、しかしそうしたコミュニケーションスキル不足が及ぼす影響もまた所詮二次的なものに過ぎない、うん、昔ねよくミシンの営業で業界トップだとか、はい、車の営業で業界トップだとかいうふうな人が時々こう、はい、ほら取り上げられて紹介されたりしたことなんかがよくある、はい、ね、でその時にまず、ね、そのトップのセールスマン が,、ね、が登場した時に大体、はい、みんなが驚くんが、はい、縦板に水みたいな、ね、話し方するかと思ったら、うん、もうとつとつ話したり、ね、はい、話すが非常に口下手だったりとか、はい、
そういった人は結構いた、うんね、セールスで上手な人も口が上手だとか営業が上手だとかいうことは絶対にありえない、うんうん、私もね自慢じゃないけど最初はもう営業からきしダメだったけど、はい、まあここ10年20年前ぐらいはね、うん営業に自分で行ったりしてたんだよね、はい、でそういった時に営業によそ行った時でもね絶対にライバルの営業マンと、ね、バッティングしたって負けなかった、うん、絶対に負けなかった、はい口は決して上じゃないよ、うん、どっちかというと口下手の方、うん、それでもねライバルの営業マンとバッティングしたらもう絶対に負けないシーンだった、うん、そういったコミュニケーションスキルとか、はい、それは二次的なもの、うんね、やっぱり一次的なものはそうじゃないと内面的なものだというのこれは本当によくわかる、うん、誰にでも人格よく知ってるかという理由で 100% 信頼している人がいるだろうとね、全ての人の手に善また悪をなす巨大な力が委ねられているその力とはその人の人生が周りに与える無限の無意識の見えざる影響見せかけではない真のあなた人の影響が全周囲に放たれていると、うん、だから本当に強い力を持ってるのは、ね、善または悪の巨大な力は、ね、無限の無意識の見えざる影響、うんこれが一番大きいんですよとこれは今度先ほど言った第一章で出てきます、はい、次に、ね、重要なのがパラダイムの力、うん、パラダイムとはものの見方だったでしょ、はいね、その人その人でものの見方の違いがあると、はい、7つの習慣は効果的に生きるために基本的な原則を具体的な形にしたものである、うん、7つの習慣はどれもが基礎であり第一の偉大さにつながるものであるこれらの習慣を身につけるには継続的な幸福と成功の土台になる正しい原則を自分の内面にしっかり植え付けることに他ならない正しい原則先ほどみたいに種を植えないと芽が出ない、うん、芽が出ない芽が出たらそれに水をやったり、ね、育てていって、ね、だん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 大きくなって、はい、やがて実がなって刈り取りができると、はい、そういったこの原則だから多くの人はそれをやらないでいきなり刈り取ったりするね。ね国際部やってない？やってないです、ね、ちゃんと種植えて、ね、それを水やりながら育てて、はい、大きになったところで刈り取る と、ね、ということですね、うんうん、だから7つの習慣を本当に理解するのはまず自分のパラダイムを理解しパラダイムシフトの方向を知らなきゃいけないと人格主義も個性主義も社会的パラダイムの一種である、ね、要するにこれも見方ということですね、はいはいうん、パラダイムの力というのをもっと深く考えるとパラダイムというのはものの見方でしょ、うん、ということは例えばこの地球があるとしますね、はい、地面からもの見るね、うん、地面から、うんね、我々は普通地面からもの見てるわねであとほら、50メートルか100メートル高いところから見る、はいもっと高いところから見る、ね、あるいはもっと高い、うん、でこの見る高さの差を視座の差と言います視座、ね、視点の視と座、はいね座る、はいうん、座視座の差ね、うん、この見る高さの差、はい、そうすると物事をよく理解しようとすると低いところから見た方がいいか高いところから見た方がいいか全体をよく理解しようとするとどちらよく理解できると思う全体をよく見ようとすると、うんうん、高いところから視座、うん、を高めた方が、はい、広くね、うんうん、だからこのパラダイムシフトというのは一種の視座、はい、だから視点の差というのはこちらから見るかこちらから見るかね視点の差、はいはい、で視座の差というのは高さの差、はい、この7つの習慣の中では、ね、面白い事例として地下鉄の中そのこの著者がね、地下鉄に乗ったら、はいね、地下鉄ニューヨークのかどっかの地下鉄に乗ってて、うんある男性が子供を4人ぐらい連れてね、はい子供たち4人ぐらい連れて、うん、その地下鉄に乗ってきた、うん、そしたらね子供たちが中で騒ぎ回る、はい、でお客さん乗ってるお客さんのね読んでる新聞を引っ張ったりとかして、はい、もう大変な状態、うん、ところがそのお父さんはもう気が抜けたような状態で、はい、子供たちに全然注意しないで放ったら、うん、ね
その著者は、ね、それを見る見かねてそのお父さんにね、あの子供たちがこんなにね、うん、あのほらお客さんたち迷惑になってますよと、うん、何とかしてしたらいかがですかって声かけた、うんうん、やっぱりコビー博士だからもうその辺はもう本当に紳士的にね、うん、声かけたの。そしたらそのお父さんは何と言ったかいと、実はこの子供たちの母親が今亡くなったとこなんですと、うんね、それで今母親が亡くなって病院から帰ると途中だから子供たちももうみんな動揺してしまってるってね、うん本当に申し訳ないと、自分ももう気持ちが動揺してしまって、うん、もう何もできない状態なんですと、はい、でそれを聞いたコビー博士はどうなったと思う、うん今までね、はい、その人男性に対してこの人迷惑だなと思って、思ってた気持ちが一気に変わるね、はい、あ同情してね、かわいそうだと、この男性の話を聞いてあげようという気になったと、ねはい、だから要するにその今起きてる現象が何であれ、ね、それをそのまま見るのか、もっとほら高いところから見るのか、はい、それがパラダイムの転換でどういうふうな見方をするのか、だから我々ももう社員も全く一緒でね、社員が何かの行動するとそうすると我々は普通もし自分に気に入らない行動だとするとあいつなんでこんな行動するんだろうかとすぐ思ったりするわね、ところが会社来る前に大変な夫婦喧嘩やってきとったとしたら、それがもう影響しとるとしたら、ね、そういった事情を聞いたら、ねまあ、理解できる、事情を聞いたら理解できる、ね、だからそういうふうなもう全てものを見るときは一方向から見るんじゃないと、はいということが大事だということをですね、はいパラダイムというのはもともと科学用語だったよね、で最近はモデルや理論認識規制概念枠組みを意味しています。平たく言えば見方、物事をどう認識し理解しているか。人はみんなそれぞれね、頭の中たくさん地図持ってる。この地図は2つに対別されるね、あるがままの状態が記された地図現実、そしてあるべき姿が記された地図価値観。これちょっと面白いね、現実とあるべき姿が価値観、これどう？あるかも、あるべき姿価値観、改めてあそうだなと、ねうんうん、私たちは経験することの全てをこれらの地図を通して解釈している、地図が正確かどうか耳を疑うことは疑うことはめったしない、地図を持っていることすら意識してない、ただ単純に物事はこうなんだこうあるべきなんて思い込んでいるだけ。私たちの態度や行動はこうした思い込みから生まれる。物事をどう見るかが私の態度と行動を決めているのであるということですね、はい、まあこれもですね私自身の反省、私自身も今日ここで皆さんとこれを共有することでもう大変自分自身にとってプラスになりました、はいでこれからもですね、ちょっと皆さんには迷惑かもわからないね、こうやって皆さんと一緒に共有、して自分自身のレベルも上げていきたい、はい、また皆さんお付き合いよろしくお願いします。お願いします、じゃあ今日はちょうど時間も来ましたんでこの辺で終えたいと思います、はい、また来週よろしくお願いします、はい、お願いします、